スズメ機会とは、桜井翔一が設立した麻雀の競技団体である。竹書房主催の麻雀最強戦では、桜井の弟子たちが優勝したことがある。特に優勝した、この2名が取り上げられるが、他のスズメ機会のメンバーも出場している。6回以降長らく出場をしていなかったが、第20回で、金村直樹が出場し、準優勝している。第3回優勝の伊藤優子。 第9回優勝の土田孝章、2014年優勝の藤田進、2019年優勝の鈴木大輔は、鈴木機会所属経験があるほか、第1回優勝者である片山正幸は、鈴木の大層、として出場し優勝した。その後も、近代麻雀ゴールド誌では、2005年の廃刊直前まで、桜井と鈴木会を題材にした漫画や記事が、 かなりの割合を占めていた。桜井の弁によれば、将棋や囲碁のプロなどと比べて、マージャンプロという名を持つ、人々の自覚にかける点を感じ、彼らへの知った激励の意味で参加していたが、そのプロが変わるという希望が持てなくなったことを、参加しなくなった理由の一つに挙げている。しかし、桜井自身が出場しないことに批判もある。最強戦に参加しなくなったのは、 第5回の打ち上げで、長谷川和彦が、メ機械のことを非難したからであるとも言われている。第5回最強遺戦の打ち上げパーティー会場で、長谷川が、マイクで、スズメ機械の麻雀はロボットじゃねえか。あんなの麻雀じゃねえ。と、毒くづいたところ優勝者の山田秀樹が長谷川に、襲いかかろうとして、近代麻雀ゴールドの編集長の松田が、僕たちも、悔しいですがやめてください。 と号泣しながら止めに、入り会場は一時騒然となった。この時桜井は怒って、付き添いのスズメ機会のメンバーに、酒持ってこい。と酒を持ってこさせて飲めない酒を飲んでいた。この騒動が、半年後の週刊新調に乗り、それを読んだ、桜井の知り合いの右翼団体が、はの音に電話をかけ、あんな悲しいことがあったんだね、長谷川は許せないな。あとは、 俺たちに任せといてと、右翼団体幹部が言ったのに危険を感じた。山田秀樹が桜井に知らせた。この事件以降、長谷川はおとなしくなり、後に、最強戦に優勝した時に、すず機会の方にもまた出場してほしいですと言った。各地に拠点を有する。支部、同好会、勉強会等、厳密な定義はないが、活動の濃度、在籍する。 人数等により故障に異があり、ホームページ上に、それぞれの所在地、代表者等が紹介されている。ありがとうございます。